皆さんこんにちは、ヤフーニュースからです。ウクライナの欧州連合、EU、加盟申請について、EU 側は2月28日、即時承認の期待に冷や水を浴びせた。欧州委員会のウルズラフォンデアライエン委員長は2月27日、ユーロニュースのインタビューで、ウクライナは我々の一員、加入してほしい、と述べた。 これを受けて、ワロディミル・ゼレンスキー大統領は28日、ウクライナの EU 加盟を申請する文書に署名、新たな特別手続きによる即時承認を求めた。さらに、我々の目標は全欧州人との団結であり、何よりも対等な立場になることだ、実現可能かつ有望だと確信している。と訴えた。 ポーランドのズビグニエフラウ外相は同日、ウクライナがロシアの侵攻に勇敢に防戦している今こそ、ウクライナを EU に迎え入れるべき時だ。ポーランドは、ウクライナの加盟手続きに必要なあらゆる支援を提供すると、ツイッターに投稿した。東欧8カ国の大統領は、ウクライナは EU 加盟にふさわしい、とする書簡に署名。 加盟国に対しウクライナの即時加盟を実現するための措置を取るよう求めた。しかし、EU のジョセップ・ボレル外交安全保障上級代表は、加盟には、長い年月、がかかると述べた。欧州委のエリック・マメル報道官は、フォンデアライエン氏の発言を撤回、ウクライナは EU ではなく欧州の一員であり、欧州に迎え入れたいという意味だったと釈明した。いかがでしたか 本日はここまで、最後までご視聴ありがとうございました。